私の名前は月島妙、きっとこの世で一番の親不孝者だ。自暴自棄の酒、その勢いに任せて、あまりにあっけない24年間の人生だった。自分のバカさ加減を悔いているうちに結構な時間が経っていたようで、ひどい、これが私の体なの？気がつけば私の遺体は痛み始めてしまっていた。このままぐちゃぐちゃに腐り果てるまで私の体は誰にも見つけられないのだろうか。そんな、お父さん、お母さん。頭に浮かんだ未来に絶望していると、いただきました。突然誰かが部屋に入ってきた。目を向けてみると、部屋に入ってきたのは二人組の警官だった。あ、やっぱりか。若い女の子が早まったばりよ。おい、本部に鑑識と検視官を要請しろ。はい。少しするとドラマで見た格好の人たちが入ってきて、部屋をガンガン物色し始めた。隅々まで調べろ。部屋病死に見せかけている可能性もある。はい。その次の瞬間、私の部屋を容赦なくガンガン物色し始めた。やめて、それは下着入れ。あ、そこには秘密の日記が。乙女の部屋なのにそんな感じなの？次に警察が発した言葉に私は金縛りになった。死斑や硬直具合からして死後2日といったところですね。そうか、外傷の確認を行う。服を脱がせろ。ちょっと待って。なんでおっさんの警官が見るわけ？すまんな、お嬢ちゃん。あんたが乱暴されていないか確かめさせてくれ。そんなことされてません。されてませんから脱がさないで。そこからはまさに周知地獄だった。直腸温度は21度、外気温とほぼ同じです。肉体に目立った外傷なし。なんでまで個別の確認項目になってるんですかね。暴行を受けていた場合、髪跡が残っていることが多い。このくらい研修で習っただろうが。全部見られた上に写真まで。もうお嫁に行けない。両手ともに爪の間に皮膚組織などの残留物はなし。これで暴行や他殺の線は消えましたかね。まだ早い。判断するのは鑑識の結果が出てからだ。こうして自分の体を隅々まで調べられる拷問のような時間は終わった。けれど、私が自分の罪深さを知るのはここからが本番だった。ねえ警官さん、ここの娘やっぱり死んでたのかい？あなたは？ここの大家だよ。死んでたら事故物件になるから親に賠償請求しないといけないんだ。え、賠償？これを聞いた瞬間、私は全身の血の気が引く音を聞いた。血の気ないけど、ただでさえお父さんたちを悲しませるのに、その上お金まで。大事な物件にケチつけてほんとたまんないよ。やめて、私がやったことだから。お父さんたちを巻き込まないで。必死に叫んでも死んでしまった私の声は誰にも届かない。次の瞬間、すごい力に引っ張られて私の体は空へと浮かび上がった。待って、お願いだから最後にお父さんたちに会わせて、謝りたいの。必死に抵抗したけれど、私は空へと吸い込まれてしまった。あれからどれくらい経ったのだろう。どういう仕組みか、頭の中に流れてくる現世の情報だとお父さんたちは破滅したらしい。その原因は大家から請求された多額の賠償金。一人娘を失ったところに間を置かず数百万の請求が来たことで、お母さんは心を病んだ。財産の大半を失ったお父さんはお母さんを置いてどこかへ消えてしまった。私のせいだ。私の弱さが家族の全てを壊してしまった。今さらいくら後悔したってもう遅い。壊れたものは元には戻らないのだから。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。